はい、こんにちは、花のくるんるんです。いつもありがとうございますというところで、なんかね、またこれ今着てますよね。この、セリアで買ってきた、レインパーカー、雨の日用のパーカーね。あのでなんかね、他の服着てこう撮影するのもあれかもしれないけど、ちょうどここの鎖骨骨折固定バンドがちょうどちょっとこうふわっと着るとあんまりこうね、見えないというところで、ちょっとこれええのんちゃうんというところで、少しの間ね、ちょっとこれをね、着ながらちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。ほんで、まあちょっと今日はね、運が良くなるというか、運がいいとこんな感じなのよって話をちょっとね、してみようかなっていうふうに思います。何をもって運がいいと思うかどうかっていうの時っていうのは、僕は結構タイミングの神様って話を結構昔からしてきてはいるんですけれども、ちょうどいいタイミングで自分が例えば欲しいなと思った人、物だったり、こういう人と出会ってみたいなって思う人だったり、あるいはすごく分かりやすいのがそのお金っていうこともそうかもしれませんよね。で、そういうのがちょうどいいタイミングでスポッとこう来るというところがあって、で、どういう時からこうそういうことを意識し始めたのかなっていうと、ちょうどその何度かお伝えしていることなんですけど、40歳の時に母が癌になりまして、それから1年9ヶ月で亡くなったわけですけれども、でちょうどそれぐらいの時に小林正観さんの本を読み出したくらいのことがあって、で正観さんが、本で書いてあることを、全部こうやっていったら、こうどんどん人生が変わっていく中で、なぜかちょっとね、ハワイっていう接点が出てきて、で最初にそのハワイに行った時、ハワイ島で、UFO を見たんですよ。でその UFO からこうメッセージをいただいて、で何度かね、こうそういうメッセージもらうっていうことがあったんですよ。でハワイ島、一番最初のハワイがハワイ島だっていうのもまた珍しい話かもしれないけど、でそれから数年後、今度は、徳川慶喜って話もあって、そしたらその慶喜さんからもなんかちょっとメッセージをもらうだとか、なんかね、そのポイントポイントで、もらうメッセージがどれもこれも、ある種の方向性を向いているって話なんです。でそれは、僕が子供の頃からどうやら自分ではほら子供の頃ってそういうの意識しないじゃない。で普通に何かこうメッセージみたいなものをもらったとしても、ああそういうもんなのね、ふうみたいなところがあったりするでしょ。だから、軽くこう流していってしまうっていうことが多々あったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でもその時にも、流した後にちゃんと自分の中に残るものっていうのがすごくこう安心感に包まれるような、そういったもので、つまりそれっていうのは何かしらこう守られている感覚っていうものなんですよ。一時期は絶対的守られてる感っていう言葉で僕は人に説明していたことがあるんですけど、そういうなんていうのかな、こう何があっても大丈夫と思えるような、その大きなものに包まれていると言いますか、そういうものがこう自分の中で毎回っていうか、何かあるたんびにっていうか、別に何もなくてもいいんだけど、自分の中でこうすごい感じ取ることができるようになると、どんどんそのタイミングっていうのがいろんな面で合ってくるんです。でついこの間の話をちょっとしますね。でついこの間の話だけど、道を歩いていたら、ちょうど自分が今ほら僕これやってるでしょ、固定バンドやってるから、そんなに走ったりこう早くこう移動したりっていうのがちょっとね、まだ辛かったりするわけですよ。でそうにもかかわらず、ちょうど僕が渡ろうとするところで車がね、こう曲がろうと、僕の前をねこう行くタイミングと、ちょうど僕が行く歩くタイミングとか、ちょうどビンゴで、それがね4回連なったんですよ。またかいなみたいな。でそれはタイミングが合いすぎてると言いますかっていう、そういうことだったんですけどね。じゃあもう一つの話っていうことにつながるわけ。
で、ちょっとタイミングが合いすぎてるだろうということで、もうちょっとね、先に車が曲がるか、それか僕が渡った後に車がちょうど曲がってくれたらいいかなっていうところがあるでしょ。そしたら自分でそれをこうなんとなく意識するだけで、やっぱりそうやってタイミングがまたいい感じで合ってくるっていうこともあったりするわけ。うん、で、ここからね、話、面白い話だけど、この動画の前に僕はこれを着て、そこら辺で、この背中の固定バンドを見せる動画があったと思います。で、その時に、僕は上半身シャワー浴びれないから、できればね、これを外して、くれて、っていう人がもしいたら、募集したいし、そしたら、ここで、ご飯一緒に食べます、食べることもで僕はお返ししたいなみたいな、そんなね、動画があったとは思うんですけど、でどうなったかっていう話なんです。で、どうなったかっていうのは、まあ、これからではあるんですけれども、ここの、今住んでるところのちょっと近くに、結構古い知り合い、古いっていうか長いね、また知り合いがいるの。長い、もう10年、まあ、やっぱ10年超えてるか、ぐらいな、お付き合いのある友人がいて、で、そこにまたちょっと電話したところですね。まあ、今度の日曜か月曜ぐらいなのかな、ここ来てくれて、それでちょっとね、できるかどうかわかんないけどやってくれると。で、すげえ酒飲むの好きだから、まあじゃあ、俺も簡単なものを作って、で、近くにね、すげえイケてるスーパーあるから、そこでなんか買って、で、ここで、やりながら、で、外して、で、とにかく外した後、もう一回、というか、俺がシャワー浴びて、そして、もう一回つけなきゃいけないから、シャメとか取って、ちゃんと元に戻せるようにしてね、っていうことは結構言って、ただ、飲みすぎると、ぐだぐだして、できなくなっちゃうと、またそれもね、一応、全治3週間というところでまずいので、で、そういう話をして、で、今度ね、来てくれることになったんですっていう。で、それもまた、タイミングだよなーっていうことと、ちょっとね、面白い話があって、そのまんま、その人の家からうちに来ようとすると、ちょっとね、普通のルートで来ようとすると電車がかなり迂回しなきゃいけなかったり、あるいはバスを使ってとかつったらお金かかっちゃったりっていうのがある中で、またちょっとした別ルートがあるんですよ。ここね、最寄り駅です。3駅あるんです。ちょっと歩くところと、そしてかなり近いところと、そしてさらにもうちょいそのちょうど中間ぐらいなところっていう、ちょっと面白い感じになっていて、でその一番近いところの駅っていうのが、まあ、あるんですけど、そこから、だとかなりこういい感じで来れるっていうことが判明して、ああなるほど、そういうことだったのねっていう、またそういう意味で言ったらタイミングが合っちゃったっていう話なんですよね。で、今人生の中で、2023年の今日は9月の22日か、うん、っていうところで、まあ9月ももうすぐ終わり、であと10、11、11と3ヶ月で今年も終わりますよねって。で、ここに来るまでに、まあ、いたところっていうのは、僕の中ではなんか、こう、思い出っていうものも別に存在にあるわけでもないし、なんかちょっとね、記憶としては、ちょっとデリートしてるようなところがあって、まあ、そんなに何も残んなかったっていうところももちろんあるよ、するんだけど、まあ、一番はあれか、猛暑の中で、クーラーがない中で過ごしていたっていう強烈な、こうね、思い出はもちろんあるんですけどっていうところがあって。で、そういうちょっとね、ことをいろいろ経験したがゆえに、ああ、やっぱり、自分自身がこうね、一番冒頭でお話した通り、何かに守られてるその、安堵感というか安心感っていうものが、やっぱり、なんつうのかな、危機を感じるような、そういう場所だとか環境に置かれると、さらにやっぱり思ったりするわけ。で、その環境という点で言ったら人もそうだったし、ちょっとありえねえなっていうところだとか、もう本当にもうぐだぐだ言わないし、実際にお会いした方だとか、にはちょっとちゃんとね、こういうことだったんですよっていうことはお伝えはしますけどっていうね。
はい、だからちょっと話をまとめると、要はそのすごく大いなるものから守られてるっていう点で言ったら、例えば守護霊だとか守護神っていう言葉があると思うんだけど、そういう、なんていうのかな、自分自身がその守られてるっていうものの存在だとか、本当ありがとうございますっていう、それこそ感謝っていうもの、それがどこにつながるかって言ったら、自分自身の心の中に大きなこう安心感とか安堵っていう言葉をさっき申し上げましたけど、それがあるのとないのとではすごく違ってくるし、そういうものがあって、そして毎日過ごしていくと、なんやかんやのこう、なんていうのかな、こう時間の層だったり、その移動している自分がいるその場所の層みたいなものがあって、タイミングっていう話があったとは思いますけれども、そういうものが一つずつこう合うようになっていって、でそのタイミングを調整するっていうことも自分にはできるようになって、で、じゃあこれから残りね、今年2023年、あと3ヶ月ある中で、どんな風に過ごしていこうかなっていうことを今考えてるわけですけど、今年あと3ヶ月どう過ごすかな、もうそうかもしれないけど、2024年どんな風に過ごそうかな、そのための準備はこんなことができるんじゃないかなっていうことを、あらかじめ、やっておくってことだって必要なことじゃないですか。だから、さっきその層っていうのはレイヤーの話ね、いろんなレイヤーがあって、そしてその自分がこうね、いろんなところに行くわけだけど、その中でやっぱり自分がこう、なんとかな、最終的には自分がどうしたいかじゃなくて、自分はその生かされてるっていうことに対して言うと、こうか、セカさんで言うと、すごいお任せの人生っていうこと、もう僕も本当に今お任せの人生っていうことで、あ、今こうだからこうなのね、あ、だったらこうしよう、っていうことで、こううまいことこう乗っていくと、スイ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 と、行っちゃったわけだから、1年間、何度も言うけど、そのクーラーがない、そういうところに、音もうるさい、人もうるさい、そういうアパートに行ったわけなんだけど、そこから脱出して、今クーラーちゃんとかかってますし、こんなね、素敵なところで過ごすこともできるようになって、本当にありがたいなっていうふうに思うわけだから、もう一度、まとめますと、まずはね、こう大いなるものに守られてるっていうことについて、少しちょっとね、頭のどっかに、思い描いたりして、でもし守られてるっていうその実感を少しでも得たいんであれば、例えば神社仏閣に参拝に行くもそうかもしれないだろうし、なんだ、墓参りとかっていうのもそうだろうし、僕はたまたまそのハワイに行って UFO を見たっていうことも、たまたまそうやって見守ってくれている存在が宇宙にいるんだっていうことを気づかせる。で、それももう今からで言ったら13、4年前ぐらいの話なわけですよ。だからそれが全てつながっていたっていうことね。特に宇宙っていう、宇宙連合って話にもつながるんだけど。まあ、ここら辺の話はまたね、おいおいできればいいかなっていうふうに思ってます。あ、今これ出てるね、これね。固定版のね。まあ、そんな感じで、この動画はね、安心。そしてそのためには、本当に、深いところで私は守られてるんだっていうことを、しっかりと、集合無意識というか、意識の奥のところに自分がセットすることさえできれば、どんどん人生は変わってくるでしょうし、で、周りの本当にいろんな人たちにも感謝できるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。だからそうなると、本当にいろんなことがこういい方向に、なんでこんなふうなことになっちゃうのっていうぐらい、パズルがググググって、動いて、そして今日もね、またね、さっきちょっと電話で確認させていただいたことだとか、確認なんだけど、あって、で心配されしなくていい、ちゃんとこんなこうなってますから大丈夫ですよっていうことが確認取れたりだとかいうのがあって、本当にね、ありがたいなっていうふうに思ってますっていう話です。はい、なんかちょっと取り留めもなく喋っちゃったんですけれども、またちょっとね、いろんな話をしていきたいなと思ってます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャオ。